じゃあ今日はあなたも残業時間をもう今日から減らすことができる3つの方法を紹介したいと思います。 Alright、 2つ目は80-20 の法則、ね、パレートの法則。ウィルフレッド・パレートさんはイタリアの経済学者で、1848年に生まれて1923年に亡くなった方です。法則って言うんだけど、まあ、いわゆる原理で、It's a principle, right? で、80% の出来事は 20% のことから作られている。まあ、80% のアウトプットは 20% のインプットが作ったものだ。いわゆるどういうことかっていうと、80% の売り上げは 20% のお客さんから来るよっていうこと。まあ、または、会社にクレームが来ると、もう本当にクレームは 20% のお客さんから来る。あと、商品をね、会社が商品を出すと、ね、その商品の 20% の機能が 80% のお客さんが求めていること。これを仕事にすると、その仕事の結果の8割は、やったことの2割から出来上がっているっていうことなんだよね。だから、仕事だったら、この 20% の一番大切なことにフォーカスするの。で、残業を減らしたいんだったら、この 20% の力を入れて、20% の効率を上げるの。全部の効率を上げようとすると、ものすっごい時間がかかって、逆に全ての効率が低くなっちゃしまうから、この 20% だけをものすごく開けて、で、残りはもう力を抜く、もしかしたらやらないっていうこともありなんだよね。だから残業を減らしたいんだったら、みんながやってるから俺もやらないといけないっていう考え方を続けていくと残業は減らない。逆に効果がある一番大切なことで、すぐ結果が出るものにフォーカスしてやっていくと残業の時間は間違いなく減っていくの。OK。で、3番目は、午前中に一番大切な仕事を終わらせる。これね、ものすっごい面白いんだよ。人間って波があるのね。で、起きてる時間と寝てる時間っていう波があるでしょ。実は、この起きてる時間の中にも、もう波があるの。ね、自分の効率が上がる時間と下がる時間っていうのがあって、人間は朝起きると徐々効率が上がる時間があって、お昼とか1時になると下がってきて眠たくなって、3時4時とかなってだんだん上がってきて、でもう本当に夕方になるとまた脳が早くなっていくのね。でスペインとかさ、本当にシエスタ取って2、3時間店とかさ、1時になると閉めちゃうんだよね。もう夜中に頭の効率が高い夜タイプっていうのがあるんだけど、まあ、ほぼの人たち、80% の人たちは朝タイプだと思うのね。で、普通の仕事をやっていると、やっぱ午前中に効率が高い方が会社で働けるからいいと思うんだけど、これはどういうことかというと、仕事で使うには、例えば、村上春樹さんっているでしょ？この間さ、ノーベル賞をね、ちょっとね、取り外しちゃった人なんだけど、彼は1987年にノルウェーの森っていう本を出して、もう今までに1000万部以上本が売れてる、もうスーパー日本人の世界のワールド作家なんだよね。彼が本書くときにどうやってやるかって知ってる？彼は田舎に家があって、で、本を書くための家みたいなのがあるんだよね。で、そこに本書くときに行って、朝4時に起きて、起きたら午前中本をずっと書くのね。それだけをする。他のことをしないので、11時になると本書くのやめて、でお昼食べて、で今度運動するので、10キロ走る、または1キロ泳ぐ。でよくするのは両方をやるのね。でお家に帰ってきて散歩かなんかして、で晩ご飯食べて夜の9時までには寝てるので、それを本が終わるまで繰り返し続けるの。どういうことかっていうと、彼は一番大切なことを、一番大切な時間、一番効率が高い時間を使ってそれだけをやり続けているのね。じゃあこれを仕事でどうやるかっていうと、朝ちょっと早めに起きて、本当に誰もいない時に会社に来て、で、もう本当にゆっくり時間をかけて、一番大切なことは何だろうっていうことを明確にして、今度その一つのことだけをやって、それを
終わらせることなのね。で、実際にやるとすっごい楽になるテクニックがあって、それは50分間のタイマーをかけるのね。で、一つのことだけにフォーカスして50分の時間、そのこと以外は何にもしないの。だからメールもチェックしない、電話も出ない、ね、人とも話さない、ね、遊ばない、本当にパソコンが